はい、こんにちは、マーポンこと関正幸でございます。今回のお話なんですけれども、最近あの流行りのスタンド FM ね、を1ヶ月やってみてというお話なんですけれども、まあ、あの今スタンド FM よりも話題になっているのがクラブハウスですよね。のクラブハウス調べてみたら、あのアメリカの企業があのやり始めたということで、スタンド FM の経営母体っていうのはヤフーと、ヤフージャパンかな、それがこの日本人向けに、やり始めたということで、日本の資本ねということで、おそらくこのクラブハウスのこの動向を見て、こう日本でやっていこうっていう風に なったんでしょうね。日本の資本でやっていこうみたいな話で、まあ、ということでクラブハウスはね、まあ、とりあえず、まあ、いいですね。あの発信者として表現者として非常にいいですね。というのはあれですよね、まあ、音声だけです、まあ、音声のこの YouTube 版、音声のみの YouTube 版ということなんですけれども、あれですよね、この画像ないん、あの、まあ、映像がないんで、あれですよね、あのルーチンワークしながら喋ると、まあ、例えば運転しながらとか、であと、まあまあ、変な話、トイレの時とかね、なんか、他の仕事をしながら、考えなくてもできるような仕事をしながら、この発信ができると。でもういうことです。発信効率がとてもいいということなんですよね。あと、まあ、そんな、あとね、もう一ついいなと思ったのは、今ね、なんか100万人ぐらいこの発信者とこの聞く人がいるんですけれども、まあ、おそらく発信者イコール聞く人になってくると思うんですけれども、非常にね、あの今のところ皆さん質がいいですね。あの本当質の悪いこのなんかこうコメントが来ないと。もう YouTube ひどかったですよね。あの、まあ、最近だいぶ良くなりましたけれども、もうあのだいぶいいと。でみんなこのなんていうかな、まあ、番組の質もね、それぞれ前向きな方多くて、あとフリーランスとかやっぱ自営業の方多いですよね。ですので、あのとても、まあ、表現者がまあ聞いてるんで、結局この気持ちが分かるんでしょうね、表現してる人ね。なんでとても気持ちいいと、いうことで、まあいいですねそこはね。あとね、最初あのなんか3分から5分ぐらいで私あのこう思うこと話してたんですよ、まあ、随筆みたいな形式でね。まあ、だけどね、話があんまりほど、なんていうかな、こう、話したいことが多い時にいっぱい、なんか番組作れるんだけど、結局あの、話すことがない時もあるわけじゃないですか。そういう時は作れなくなるんで。で、それで、方向転換しましたね。で、それで聞いてくれる人が習慣的に聞いてくれるためには、何が必要かなと思って、ちょっとね、最根端っていうあの中国の古典ありますよね、あれ、まあ、短い文章が、400個ぐらい並んでるんですけど、それをまあ1日、1つか2つ選んで、もう朗読して、それで解説を加えていくということで、あと、最根端、あんまり超メジャーじゃないんでね、もう一つメジャーなところで、ドラッカーの語録みたいなものも、いや、まあ、2つを並行してやり始めたということですね。そうすると話題にも事欠かないし、それを切り口にいろいろ自分の言いたいことも言えるというふうな、まあ、政策を取ってますね。 あとね、もう一つ言えることは、YouTube だとこの発信者が先生で聞いてる人が生徒だと、情報 この格差があるということなんだよね。だけど、スタンド FM の場合は同じ感じですね、発信者とその聞いてる人が、まあ、同レベルっ
ていうかね、仲間意識があるということで、だから逆に言うとあんまり先生すると、まああんまりこの人気がないということですよね。やっぱりラジオと同じで、この人肌、この人とのこのぬくもりみたいなものがありますよね。で YouTube の方のや、まあ、発信者と の距離感と、 YouTube の発信者とこの聞いてる人の距離感と、スタンド FM の発信者と聞いてる人の距離感が違うと、まあ、YouTube はあの遠いし上下関係があると、スタンド FM の場合は近いし上下関係がないという感じなんじゃないですかね。ということはスタンド FM の方はどちらかというと内容よりもこの何ていうかな、その時間をこの一緒に共有するみたいな感覚ですよね。そこが大事なんじゃないかなと、まあ、思いました。まあ、そこがあの1ヶ月してあの私がこのスタンド FM を やった感想みたいなものなんですけども、そういうことでどうもありがとうございます。ご視聴